どうも、島田秀平です。始まりました。島田秀平の、お買い運めぐり、皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。さあ、今回手相です。じゃん。七つの線ありますけども、この七つの線、何かと言いますと。私、島田秀平が憧れる、理想の手相。七線。となっております。いや、こういう手相の人間になりたいなあという。まあ、そういうね、ものを集めた七つなんですけども。はい、まずね、説明をいたしますと、これ。 シャープのね、A、線,ボランティア線そしてこの下からね2本上がる2つの線はカリスマ線そして生命線が2本の二重生命線そして生命線内側ですね内側に二股にこう分かれてくる線これ外側は旅行線という線なんですが内側の線はスタミナ線となります。そしてこの横の横十十字字はお助け十字 えそして環状線の先が二股や三股分かれている線は気遣いや線思いやり線そしてこの環状線の入り口あたりにプツ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 とこう楕円形状のですね丸がまあ三つ四つぐらいですね入っている線これがお見通し線となりますこの七線に私も田衆平憧れているわけなんですねこれあのなんでかとね説明させていただきますとあの皆さん宮沢賢治の雨にも負けず という詩ご存知ですよね。有名な詩ですけども、まあ、これあのまずねちょっとこれどんな詩かえ朗読させていただきたいと思います。雨にも負けず宮沢賢治。雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ。 あらゆることをを自分を感情にに入れずによく見聞きししかりそして忘れず野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い北に喧嘩や訴訟があれば つまららないからやめろとひでりの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなに「デクノボウ」と呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたいというまあ有名な詩なんですけどもね。 えーまあ、宮沢賢治さんが、まあ、晩年に書いたと言われている、まあ、病気でね若くして亡くなってしまったわけですがまさにそんな時に、えー、強い体が欲しいなというそういう願いがあって書いたのかもしれないというね、えーまあ、そんな詩なんですけども、まあ、この詩がですね僕は大好きででこれ何でかっていうと まあ僕あの高校の時に亡くなった父親がいるんですけどもね、えー、うちは姉二人の三人兄弟で,で教育熱心で仕事も、ね、すごく頑張ってくれる父親だったんですけども、まあ、その父親がねこの詩が大好きだったんですよ。でカレンダーの裏にですね父親がこう直筆でこの詩を書いてでそれをこう茶の間食卓の、ね、裏にこう飾っていてというまあ家庭だったんですね。なんであの僕らはいつもこう 目の先にこの雨にも負けずという父親が書いた詩があったということなんです。で父親というのがですね、えー、中学校の時にま忙しいんですけども PTA 会長もやってくれてまあ、そういうね教育熱心な面もあったんですけどもその卒業式の時ですねいろんなこうね項目がある中で校長先生の挨拶とか在校生代表挨拶とかの中で PTA 会長の挨拶もあったんですね。で僕からするとねもうあの父親がどんなことを言うんだろうか。 変ななことと言わないでくれよとかねこうドキドキしながら見守っていたんですけどもその父親がですね珍しくこうスーツなんか着ちゃって、まあ、そのスーツもね全然オーダーメイドじゃなくってもうよれよれのねスーツなんですけども、まあ、そのスーツででネクタイを締めた父がが壇上に上にってくるんですねで普通ね PTA 会長の挨拶と言いますと「まあ、あの卒業する皆さんおめでとうございます」と言った後とに「まあ、PTA ではこういうね活動をしてきました」とか、まあ、そういうことをまあ報告するじゃないですか。まあ、父親違ったんですね 舞台上に上がってきましたらですね。まずこう壇上まあ、こうねマイクの前でこうお辞儀をした後にいきなり。自己紹介も何もせずですね。雨にも負けずと言い出したんですね。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち。 実は父親がですねその前日に家で必死にこう暗記をしていたんですがその挨拶の時には余計なことは一切言わずこの言葉だけを卒業生に送ったというまあねあのー、子供ながらにあなんかそういう思いだけをこう伝えて自分の言葉ではなくその、ね、ことだけを皆さんに届けたいっていうね父親が何かかっこよくも見えたなという思い出があるんですけども、まあ、そのやっぱ詩を通して 僕はその父親がまあいつもこうね感じられてでまさにその自分にとってはあの詩そのものが父親のような存在なんですねなのでまああの詩のようにまさに、えー、僕もなりたいなと思ってるわけなんですよだそういうものに私はなりたいっていうまさにね、えー、そういうものに僕もなりたいんですけどもこの詩をね今回改めて読んでその詩 のような人物にできる手相がこの七線なのかなと思ったわけですねまず雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち生命線が二本二重生命線パワフルですよそしてスタミナ線これがある方はですね非常にこうまあ元気でエネルギッシュっていうねことなんですやっぱりこの年になって病は気からじゃないですけどもね健康がどれほど大事かっていうことがね痛感してますけどもやっぱり 人に優しくしたりいい仕事をしたりっていう時にはまず自分自身が健康であることすごく大事ですよね。なのでまず、ね、こういう線やっぱり欲しいなと思いいいましたえそししたそててて欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っているで、ね、やっぱりこう一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かりそして忘れずっていうね、まあ、そういう人柄もいいなと思うんですがよくねいろんなことを見て。 聞いてで分かってで忘れないっていうねなんかそういう部分ではねこういったお見通し線というまさに物事の本質を見極めてそして、えー、場合によっては素晴らしいアドバイスなんかもできるっていうねなんかこういう線っていうのもなんかやっぱりこの詩にもあるしいいなというふうに思います。 そして野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて東に病気の子どもあれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろといいというねまさにこう人のためにね自分を後回しにして走り回れるというお助け十字という線とかボランティア線という線そして思いやり線という線ですね。 こういうところも、はい、このね詩の人物にはあるんじゃないのかなというふうに思います。日りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなに「デクノボーと呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたい、まあねえー、まあそうじてやっぱり本当にこう人格者であってっていうね、えー、人なんですけどもそういう人にできるこういう人格者まさにこうカリスマ性ですね、はいえー。みんなのことを考えられて そして責任感もあってみんなをこう、ね、幸せに導いていけるなんていう方、ね、にできる線がこのカリスマ線なんですけども、えー、これ含めて、えー「雨にも負けずの」の、えー、人物になってくるのではないのかなとそして私自身もですね、えー、昔からこう大好きな父親を感じるですね、えーまあ、その死、えー、そういうね、えー、線のような人になれたらいいなということで今回は、まあ、いろんな点数を見てきましたが私島田秀平が憧れる 理想の手相7選ということでもう雨にも負けず戦というふうにね言ってもいいかもしれませんけど、はい、え今日は紹介させていたただきました、まあ、いろんな考えあると思うんですけどもね、はい、この詩から皆さんも何か感じ取っていただけたらいいなというふうに思いましたえ今日はこんなことを紹介させていただきました。というわけで島田秀平の「おかぐり運めあり」でした。